はい、撮っていたはずのオープニングが撮れてなくて、今回はこんな感じからスタートです。本日は日帰りで新しい山を発見したいということで、山っぷのイベント日立の国ロングトレイル2023から立原山に登ります。ここを選択したのは立原石という面白い奇岩があること。2時間ほどの低山ハイクを楽しみたいと思います。それではスタートです。うわ、やられた。ひっつき虫だらけだ。まあ虫じゃないですけど、くそ、あっち通るんじゃなかった。最初から車道を歩かないとダメですね。本当はここまで車で入れて止められるはずなんだけどね。トイレですね。これ車が通行止めなんだろうな。帰りはあっちから戻ってきますが、まずはこちら立原山登山道に入っていきます。故障車がありますね。本当も世界平和と登山安全よろしくお願いします。こちらね、不動石。不動明王が掘られてる。あそこに乗ってるやつのことか。乗ってるやつって失礼だけどな。お不動様。道はなだらかですね。自然な感じが残ってて、これがエボシ岩か。あ、確かに先っちょ尖ってるね。エボシ岩のすぐ先、こちら八幡太郎義家手形石、畳石、あの岩の重なり全体が畳石なんだね。あ、うがい手洗いなんだ。あれが神社に、はい、手水がないからここで確かに、ここ割と登りもマイルドだからトレランにちょうどいいコースなのかも。弁天池ってことは弁財天か。お金貯まるのかな。あとは芸能だよね。すぐ上のここが本殿に行くのか。まあ今日一応立ち割り石がメインですけど、きちんとお参りしていきましょう。山門くぐって神社に行ってからでもこっち側に直接パスルートがあるんだね。じゃあやっぱ寄った方が。あ、あのお社。展望台もあるな。これが兜石。すげえ。なんだ、あっちが展望台か。ひょっとして本殿か。はい、七奇岩の一つみたいなので、まあ、鎖もあったし
登ってもいいんだろうなとは思うんですけど、はい、やめときます。では本殿の方へ。展望台ってうずうずがあるね。お、これは二等三角点だ。あ、でここはケンパ山山頂なんだ。じゃあここまでは来ないとね、一応山登りとして。おお、すごい。山頂そのものには展望ないけど、展望台まで上がるとすげえ綺麗に見える。あそこ、太平洋だね。今日もはしごが綺麗にかかってんな。神々しい。あれが、なんだ？いや、あった。胎内石。体内石か。ここはあれだね、くぐりはないみたいだね。はい、じゃあ下りは直下りルートで兜石のところに戻ってきました。こっから立ち割り石の方にまた向かいたいと思います。行きましょう。もう見えてきた。これかな。ああ、そうだ。はい。立ち割り石ですね。いやいや、すごいすごい。かっけえ。本日のメインは、まあ、これだよね。見に来たの。うわ、この辺道はあかんねえ。一応ピン手があるのと、ここに看板があるので、あっちに多分植林の作業用の道だと思うけど、あそこに道があるから間違いそうだよね。やっと通常の山道に戻りましたね。いや、なかなかいい景色だよね。いきなりあった。あれが神楽石か。ここで神輿が通った時に一回一休みして、ここで神楽を待って楽しんだってことなんだ。なるほど。確かに素晴らしい岩舞台。これが七倉の滝か。これだけ見るとちっちゃいんだけど、あれなんだよね、二段滝で奥の方にも滝があるから、ほんとちょっとこの草刈り取ると綺麗な景観なんだろうな。もしくは冬で枯れないとなかなか綺麗には見えないのか。はい。じゃあ、いや、朝日がすごい。ここからは、駐車場に直接ルートで戻りたいと思います。あ、広場がある。駐車場かと思ったら、違った。ただの広場だ。
はい、じゃあ駐車場に戻ってきたので、まだくっついてるひっつき虫を可能な限りここで落としていきます。いやー、これでここでまだこんなもんだと、紅葉はちょっと今日は見れないのかなって気がしますね。はい、とりあえず辰割山登ってきました。なかなかあの景勝地、奇岩がいっぱいあるに、面白いコースなんですけれども、まあちょっと整備がまだこれからかなって感じですね。割とマニアックな景勝地っていう感じでした。今まだ7時半ですので、これだけで終わってはつまらないので、これから吹割の滝に行きたいと思います。では、それでは福良殿の滝元町営第一無料駐車場にやってまいりました。ここから、茨城のジャンダルム、あれなのかな、生瀬富士に登っていきたいと思います。では出発します。おう、はい、じゃあここからかな、登っていきましょう。生瀬富士はこっち、というわけで登っていきます。なんかもう下山してきてる人が結構いるんだよね。あれ、なんか日中は混雑するから静かな朝のうちに登っちゃえっていう地元の人たちなのかな。こっちも割となだらか、山っぷ地図にはいっぱい危険マークがついてんだけど、なんだろう、普通レベルだよね。山道は基本危ないっていう。あの辺なんかちょっと色づいてるな。上の方行ったらひょっとして綺麗かな。はい、頂上が近くなってきたらロープ場ですね。はい、稜線に出ました。ここも県北ロングトレイルみたいですね、この稜線が。いや、稜線出ても根っこ根っこで登りますね。なかなか急坂。いや、こっち側のルート後半急坂どころか岩登りもあるね。なかなか面白い。ここが山頂かな。はい、三角点は何等か分かんないけど、はい、後で調べよう。生瀬富士、この岩の向こうが茨城のジャンダルムらしいので行ってみましょう。なかなかの景観、たくさんの人が茨城のジャンダルムに向かっております。いやいや、いいね、ここ。景観が素晴らしい。よいしょ。申し訳ないです。いいじゃない。茨城のジャンダルム、あれがなんか
くなっちゃったんだよね。もう天使の像がどこにもない。紅葉はもうこれぐらいなのかな。まだこれからかな。少し色づいてますね。でもあっちに見えるのがチャウスみたいですね、山の向こう。あそこのでっかいのが何かよくわからないんですけど、そっちあれが女峰で、そっちが男体山だと思うんですよね。スカイ山はちょっと雲の向こうなんで見えないと思いますけど、いいですね。遠目見るとめっちゃ怖いですけど、一応これぐらいの道幅はあるので、悪ふざけとか下覗き込もうとかしなければ、まあ大丈夫でしょう。なんかそっちから巻いて降りてきてる人いるみたいだけど、こっちが正解だね。こっちの崖みたいな急下りを降りていくらしいです。都庁、あ、違う、え、どういうこと。ここは辰神山なんだ。ハイジ最後袋田の滝景勝地を眺めて戻りましょうかね。いや、あと下るだけかと思ったら、まだまだ登り返しありますね。いいね。多分あと1週間ぐらいで山の上は見えるかな。紅葉が綺麗になると思います。あれ、あの奥のなんだろう。いや、低いところはまだまだだね。綺麗な緑。まだ正月初めって感じだけど、このままギュッと冷えれば来週ぐらいから見頃じゃないかな。まだもうちょっとかかるかな。お、ここはちょっと良さそう。高度感、見事な滝。ちょっと、いいっすね、綺麗。下りも結構急だし、なんかちょこまか曲がるから、滝上まで降りてきました。そう、あれ渡ってくんだ、すげえ。いや、滝上綺麗なところに出ましたね。これでも真っ赤な声。階段が出てくればもう観光歩道ですね。
なんかいい感じ。秋の色合い。やっぱもう一週間だな、せめて。いや。意外とステップが狭くて急。なんだよね。ここの階段。もうちょっとだね、もうちょっと。すると、綺麗な色が。つきそうだね。あ、そこも綺麗だね。それに入場券販売所。いや、はい、今日は入ってきましょう。300円。このレインボー、まず大事かな。あー、すげえな、やっぱり。お金払って見に来る価値があるわ。あそこの入り口で見てんのか、全然違うわ。昔の古い感じ。観音様とかもありつつ、新しい差し込みがついてて、新豆腐がついてる。いただきましょう。袋田の滝を出てすぐ菊池土産店でしゃもつけそばをいただいた後は、まだ時間も早いのでのんびり車で回ります。道の駅奥久慈大悟でも鮎の塩焼きを食べたらめちゃめちゃ美味しかったです。その後、森の出湯に向かって山っぷいイベントの手ぬぐいをゲット。そのまま入っていくと奥久慈のリンゴ湯でした。今日は車でビールが飲めないので、うんうん、風呂上がりにはクリームソーダをいただき、大満足の参考となりました。それでは本日もお疲れ様でした。うん、ですがちょっとストローにスプーンではなかなか